And get your hand off my hips. And kiss my lips, kiss my lips. Kiss me all over. Are you gonna take that kiss?へいらっしゃい、どうも皆様、キメイマルでございます。BF5 のバトロワがついに実装されましたね。私は実装された次の日ぐらいにプレイしてみたのですが、正直に私個人の感想を言わせていただくと、普通。この一言につきます。悪くはなかったです。ですが目新しいものとか、これまでに出ている他のバトロワに比べて秀でているものがあるかと言われれば、って感じ。でも悪くはなかったです。ただなんか物足りないですよね。もう少しできることを増やしたり、いろいろテンポが良くなればワンチャンありそうな気がしないでもないですが、今後のアプデに期待ですね。というわけで、今回ご紹介する第一次世界大戦の戦いはこちら。アフリカ戦線の戦いをご紹介していきます。この時代のアフリカっていうのは、ヨーロッパ列強の帝国主義によって、ほとんどの地域がヨーロッパの国々の植民地であったため、第一次世界大戦が勃発すると、アフリカでも連合国とドイツの戦いの火蓋が切って落とされることになります。まず当時、ドイツの植民地だったのが、トーゴランド、カメルーン、東アフリカ、南西アフリカの4つだったわけですが、これらの植民地をドイツが獲得してからまだそれほど日が経っていなかったため、周りを連合国側の植民地に囲まれていたにもかかわらず、十分な防御体制を引くことができていませんでした。そのため、イギリス、フランス、ベルギーは、ドイツが連合国側の商船に対し、通商破壊を行ったり、通商破壊を行う戦艦の補給や、通信の中継を行うなどの後方支援を防ぐため、アフリカのドイツ植民地の攻略作戦を実行します。そして1914年8月6日、まずはじめに面積の最も小さいドイツ領トーゴランドが、西のイギリス領ゴールドコーストと、東のフランス領西アフリカの両方から侵攻を受けます。このトーゴランドの首都か南は、ドイツにとって海外に展開した中でも最も重要な無線局があったのですが、ドイツ兵約200人、現地人の警察軍約700人という、わずかな守備隊しか配置されていなかったため、あっという間に窮地に陥り、その後守備隊は8月25日に無線局を破壊した後連合国軍に降伏します。ちなみに、アフリカでの戦いの特徴としては、広大な土地の割に戦闘に従事する兵士の数がものすごく少なかったというのがあります。そのため戦線が形成されず、戦いは基本的に機動戦となり、各国の戦力も現地の人々で構成された植民地軍で、そのため兵士の中には、自分たちが何のために戦っているのか分かっていないものも多く、また、鉄道や道路というものがほとんど存在していなかったため、兵隊を確保するために、戦闘を行う部隊の何倍もの労働力が必要だったのですが、これも現地の人々を徴収して行わせていました。アフリカの人たちは自分たちとは関係ない戦争をさせられていたわけですね。一体どういう心境で戦っていたんですかね。まあとりあえずそれは置いといて、トーゴランドが降伏したその後、今度はドイツ領南西アフリカでも連合国軍の侵攻が始まろうとしていたわけですが、しかしここはイギリスにとって、非常に政治的に大きな問題を抱えている地域でもありました。南西アフリカを攻めるには、1910年5月31日に成立したイギリスの自治領、南アフリカ連邦の協力が必要だったわけですが、イギリスと南アフリカっていうのは、1880年から1881年、そして1899年から1902年と、2回にわたってボア戦争で戦った敵国同士だったわけですよ。そのためこの当時の南アフリカっていうのは、ものすごく反イギリス感情が強い地域だったわけですが、しかし、この時の南アフリカ連邦首相、ルイス・ボータはイギリスに協力することを選びます。ですがこの決定に対し、南アフリカ国防軍最高司令官である、クリスティアン・ベイヤースが猛反対。我々は許しはしたが、南アフリカでの戦争中に我々の国で行われた残虐行為の全てを忘れたわけではない。と、ボア戦争中に行われたイギリス軍の行為に言及し、その後総司令官を辞任してしまいます。しかしそれでもルイス・ボータはイギリス政府のドイツ領南西アフリカ侵攻の要請を受け、ヘンリー・ルーキンとマニー・マリッツの2人を司令官とした南アフリカ軍を両国国境沿いに動員させると、9月13日に国境を破り侵攻を開始、大西洋岸にある南西アフリカの港町ユーデリッツを占領します。しかしここで、南アフリカ軍司令官の一人である、マニー・マリッツが反乱を起こし、ケープ州及びナタールのみならず、かつての南アフリカ共和国及びオラニエ自由州は、イギリスの支配から脱し独立することを宣言し、これら地域に居住する、または国籍を持つ全ての白人は、自らの手で武器を取り、南アフリカの自由と独立のために長い間大切にしてきた理想を実現することをここに求める、と、まさかの南アフリカ連邦のイギリスからの独立を宣言して、ベイアース、マリッツ、オラニエ自由州知事代理である、クリスティアン・デ・ベトラを、暫定政府の指導者とすると発表、反乱軍約1万2000人を率いて、南アフリカのトランスバール州とその周辺の地域に立てこもり、南西アフリカのドイツ守備隊と協力して、南アフリカ軍に対し攻撃を仕掛けます。実はボア戦争の時、ドイツは南アフリカを支援していたため、南アフリカには新ドイツ派というのがかなりの数いたんですね。そういう人たちがドイツと協力して、かつてのボア人国家というものを再興しようとしたわけです。そしてこの反乱で、ドイツ領を攻めるどころではなくなった南アフリカ政府は、
10月14日に戒厳令を引き、反乱軍を鎮圧するために、ルイス・ゴータの片腕とも言われ、後にイギリス陸軍元帥として1941年にはチャーチル内閣にも入閣することになる。ヤンス・マッツを指揮官とした、南アフリカ政府軍で反乱軍に攻撃を開始、鎮圧に乗り出します。そして10月24日、南アフリカ政府軍の攻撃により、マリッツの部隊は敗北、ドイツ領に逃れると、10月28日にはベイアースの部隊も政府軍の攻撃を受け回想状態となって、12月8日にベイアースは川で溺れて溺死してしまいます。そしてデベトも政府軍に捕獲され、マリッツ反乱と呼ばれたこの騒動は12月までにあらかた鎮圧されてしまいます。随分とあっさり、反乱軍が敗北した原因としては、圧倒的戦力不足で、反乱に同調して政府を裏切る兵士が思いのほか少なかったんですね。そして反乱を鎮圧した南アフリカ軍は、1915年3月に改めてドイツ領南西アフリカへの侵攻を開始、これに対しドイツの守備隊の戦力は警察兵も合わせた正規兵約3000人、そしてドイツ人入植者で構成された義勇軍約7000人の合計約1万人という戦力だったわけですが、南アフリカ軍の戦力は約6万7000人とドイツ軍は圧倒的に劣勢、そのためドイツ軍は鉄道を破壊しながら内陸に後退するしかなかったのですが、4集団に分かれ、海岸と国境の両方から侵攻してくる南アフリカ軍に追い詰められていき、南西アフリカ南部を放棄するも、1915年3月12日、ルイス・ゴータ自らが率いる部隊が、南西アフリカの植民地首都ウィントフックを占拠し、この時点でドイツ軍に対し降伏勧告が行われましたが、これをドイツ軍が拒否したため戦闘は続くこととなります。しかし結局7月9日にドイツ軍は降伏、南西アフリカは南アフリカ軍の制圧下となります。そして時は少し戻って1914年8月24日、アフリカ中央にあるドイツ領カメルーンでも、連合国軍の侵攻が開始されていました。ここはフランス、イギリス領に加え、ベルギー領コンゴの3方向から攻められていて、特にベルギーは、本国がドイツに道扱いされていたこともあってやる気満々、守備兵力が約1000名のドイツ兵と、約3000名のアフリカ人兵士程度のドイツ軍は、圧倒的劣勢だったのですが、熱帯雨の影響とドイツ軍の巧みな防御戦闘に加え、ずさんな戦闘計画と情報不足が原因で連合国軍はまさかの大苦戦、イギリスとフランスの巡洋艦4隻の砲撃支援を受け、9月27日にフランスのセネガル兵部隊が、ようやく植民地首都ブアラを占領することに成功したものの、カメルーン中央部のヤウンデに撤退したドイツ軍は、その後も粘り強く抵抗を続け、連合国軍がようやくヤウンデを陥落させたのは、1915年11月となり、最後のドイツ部隊はカメルーン北部のモーラの砦で、弾薬を使い果たすまで抵抗した後、1916年2月に投降。結局連合国軍は、侵攻開始からカメルーン制圧までに約1年半もかかってしまったんですね。ただ一部地域では苦戦したものの、連合国軍は4つのドイツ領のうち、トーゴランド、カメルーン、南西アフリカの3つを制圧したことに変わりはなく、残るドイツ領は東アフリカだけとなったわけですが、しかし、この東アフリカでの戦いは他の地域で起こった戦いとは大きく状況が異なったものとなっていました。1914年8月、他の地域と同様に、連合国軍の侵攻が東アフリカでも開始されていたわけですが、ここは他と比べてドイツ兵約2700人、現地の警察兵約2200人と、正規の兵士の数が多かったんです。そして何より、この部隊を率いていたのは後にアフリカの獅子の異名で呼ばれることになるゲリラ戦の達人、名将、パウル・フォン・レットー・フォルベックだったんです。フォルベックは防御戦だけでなく、積極的に攻撃にも打って出て連合国軍を翻弄すると、1914年11月3日に起こった丹波の戦いでは、数の少ないドイツ軍を舐めまくっていた、アーサー・エイトケン率いる、丹波から南に5キロの地点に上陸した約8000のイギリス領インド軍に攻撃を仕掛けると、わずか1000人のドイツ部隊の攻撃でインド軍は逃走、その後戦いはジャングル戦に移行するのですが、インド軍はそのジャングルで蜂に襲われて大パニックとなり、全身数百箇所以上を刺されて意識不明になる兵士まで出てしまいます。このまさかの事態に激怒したエイトケンは、ジャングルに艦砲射撃を行うのですが、この砲弾がイギリス側の野戦病院に落下したり、味方部隊の頭上に落下したりともうむちゃくちゃ、800人以上の死傷者を出したイギリス領インド軍は11月5日に退却することになってしまいます。しかしこの時慌てて退却を行ったため、ライフルやら機関銃、そして60万発以上の弾薬をそのまま置いてきてしまい、これらをすべてフォルベックに露獲されてしまいます。何やってんだって感じですね。その後フォルベックの部隊は内陸をゲリラ戦を行いながら転戦するわけですが、1915年の春頃になると、体制を整えたイギリス軍と、今後のベルギー軍が参戦し、3方向から東アフリカに侵攻を開始します。しかしそれでもフォルベックは、山地や低木地帯、森林を利用して連合国軍を巧みにかわしたり、おとりを使ってペセバエの発生している地域に敵をおびき寄せ、病気に感染させたりと、時には非常に狡猾な手段で切り抜けていきます。
かし1916年になると、南西アフリカでの戦いに決着をつけたスマッツがホルベック撃破の任を受け、イギリス軍の指揮官に任命されると、イギリスは15万を超える人員を東アフリカに投入、さすがのホルベックも圧倒されて追い詰められてしまい、さらにこれまで中立だったポルトガルが、1916年3月にドイツに対して宣戦布告、ホルベックの部隊は四方を敵に囲まれるという事態になってしまうのですが、しかしこれが逆にホルベックの部隊を救うことになります。ポルトガルが連合国側で参戦したことによって、ポルトガル領へ侵攻する口実を得たホルベックは、1917年11月23日、南のポルトガル領東アフリカ、後のモザンビークに侵攻。そこで小規模のポルトガル軍を撃破し、食料や弾薬などの物資を手に入れることに成功します。その後もホルベックの部隊はイギリス軍の追撃を受けながらも戦い続け、1918年11月には、一度ドイツ領東アフリカに戻った後、転進してきたローデシアに侵入すると、11月12日、ホルベックの部隊はイギリス軍のキングズアフリカンライフルズ連隊750人と交戦。この戦いが第一次世界大戦における最後の戦いとなり、11月14日にドイツが休戦協定に署名したことを、連合国側から知らされると、ホルベックは戦闘停止に同意し、11月23日、要請に従い部隊を率いてきたローデシアのアバコーンまで進行すると、そこで正式に投降します。そして、一度も敗北することなく第一次世界大戦を戦い抜いたホルベックは、敵からも称賛され、ドイツに英雄として凱旋。ホルベックのアフリカでの戦功は歴史上最も成功した偉大な単独ゲリラ作戦として、後の、少数兵力の運用法に大きな影響を与えることになります。アフリカの戦いでは、一人の兵士が戦死する間に数十人が病死すると言われるほど、スペイン風邪やマラリア、アフリカ睡眠病などといった病気で死んでしまう人が多く、特に現地のアフリカ人は、徴収され過酷な労働をさせられたり、物資不足のため食事の量を減らされたりと不当な扱いを受けていたため、体力が低下し病気に感染してしまう人が大勢いたわけですが、そんな中、ホルベックはアフリカ人兵士たちをドイツ人兵士と同様に扱い、対戦後には、アフリカ人に対等な待遇を保障するための組織づくりに尽力します。そのため、1953年に再び東アフリカを訪れたホルベックは、当時一緒に戦った兵士たちに出迎えられ歓迎されています。というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。奇跡的にこの動画にたどり着いた方、アドバイス、感想などお待ちしています。チャンネル登録なんかしてくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。